もう超個人的に気になったことなんですけど、うん、なんだろう、女性関係、奥さんですね、まあ、奥さん奥さんがこれやるって言った時に結構なんか、え、あんた何考えてんのってならなかったのかな。あんまりな、言ったらやる、言ったりやる、なんか言ったらやるじゃんみたいな。いやでもなんか俺福岡県出身なんだけど、はい、元々福岡県ね、うん、そうで俺が結婚する途中の候補は3つあったわけだよね。ほう、福岡県か、はい、富山県か、うん、で俺塾愛知県でやってたから愛知、うんうん、で一番利益を見込めるんだったら愛知だったんで、都会で人口もいるし、いるし、うん、その俺のこと知ってる子たちもいっぱいいるから、うん、俺が塾作れちゃったらその子たちがそのままで、うん、でもまあうん違えない。もしここでやってね、自分が自営業を始めてしこしゃったら、うん、一番苦労するのは奥さんだから、うん、じゃあそうじゃダメだ、うんうん、で福岡に帰ってもそうだよね。福岡に帰って俺の実家だからっつってそこでやって連れてきてやってもそれでうまくいかなかったら一番面白いのはダメだって考えたら実家に近いところがいいでしょうってことで、うん、富山県ね、あなたのことを考えてねって、うん、だからそこに対するなんか負い目みたいなやつはずっと感じてるらしくって、あ、奥さんがそうそう、わざわざ富山に来てくれてるっていう、本当は俺実家のこともすげえ好きだし、うん、あの父ちゃん以外は全員好きだから、うんうん、あのけど、うん、そうそう、わざわざ来てくれてありがたいってやつと、うんうん、あともう家事とかむちゃくちゃすんの俺。ああそうなんですね。そうそう、もうバリバリする、うん、あのわがままやらせてもらってるんでってそう、そう、まあでも好きでやってるのもあるんだけど、うんうんうん、っていうのと、あとなんやろうね、ちょいちょいなんかチヤホヤされるから、うん、そのテレビ出したり新聞とかとかも結構出て、うん、そうするとちょっとってなってるらしいから、あ、そうなんだ、ちょっと鼻高いんだそうそう、ふふみたいな、あ、かわいい、うん、そう、とか、あと面白かったのが一回ね、うちの奥さんの友達がうちに遊びに来たことあって、はい、俺子供いるからで2階でやって下で女子会みたいになってて、うん、で下の声が聞こえてるってあの人たち気づかないんだけど、うん、上に結構筒抜けな、うんうんうん、でその下の女子たちが、うんうん、なんかよくあんな大変な仕事してる人と結婚できてるね、はいはい、話が始まったの。俺も死ぬほど聞き耳聞いてたんだけど俺ほんと大変なの、今すぐ別れたいとかならんかなと思って聞いてたんだけど、うん、その時言ってたのは、うん、あのいやいや、まあ、大変は大変よっていう話はしてたんだけど、うん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 、でも、ね、じゃあ大変だからって今ね別れたとするやんかって、はいはい、で別れたとしてもあの人より面白い人に出会う自信がないっていう話をしてて、うわーやーい、はい面白いって正義と思ったねそれね、そしかもなんていうんだ、聞こえてない手で言ってるの聞こえちゃったね。そうそう、多分他の誰かと多分付き合ったとしても絶対私は物足りないと思うって言ってたから、すげえ、はい勝ったと思ったね。いやそれ最高に気持ちいいっすねそうそうそう、嬉しいっすね。まあでもそう言いながらね、収入少なかったらものすごく文句言われるんだけどねそうか、でも結構その実績ができるまでやっぱ声もかかんないわけじゃないですか、うん、結構それまでじゃあやっぱ大変だった、大変だった大変だった。最近になって、最近いつぐらいからこうテレビ出たり、テレビ出たり何年前ですか？ 3、ん？ 2 年前ぐらいかな。あー、じゃあ結構ほんと最近ですよね。うん、まあでも塾とかってなんとかなってたけどね。あー、そこは、うんうんうん、そうそう、あんまり1、2名は、そうそう、まあでもなんか説明しづらい仕事だからさ、うん、よくなんか新しく保育園のママ友さんとかに、はい、お父さん何やってんのって言われて、私は何て答えればいいか分かんないとか言ってるけどね、うんうん、確かに。なんか僕も今回このなんだろう、一応こう、まあ、年齢と性別とライフワーク、うん、何やってる人かっていうのを書こうと思ってるんですけど、うん、分かんないよね、皆さん何になるのかな、だって俺も分かんないもんメインがメインだ、これだもうなんかほら特別な活動やってないじゃん、もうこういう生き方だもんってやつじゃんね、うん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 、だからなんか分からんの結構いろんなインタビューした人にじゃあ、うん、とりあえずどういうふうに紹介すればいいですかって、うん、これまで散々聞かれてきたけど、うん、いやもう俺も分からんから勝手に呼んでくださいもう何も文句言わないんですもっと通りに書いてくださいって命名してみたいな、そうそう、そうなんや、いまだに自分でも買わなきゃないわけですね。わかんない、塾講師って言った方が多分、まあ、仕事的にはそうなんだけどさ、でも誰も俺のこと塾講師だと思って見てないしさ、そうですね、どうなんなんか話聞いてる限り塾講師はもうなんか
宮津さん像のなんかほんのちょっと、そうこう丸い円グラフあったらほんのちょっと、そうでもそこ本職はそれなんだけどね。